今日の動画は3段階着床の準備です。着床をねするための体の準備の仕方を覚えましょう。しきゅうちゃん、はい。さてね、今日も滑舌よく喋れるかい？もちろんです。もちろんです。着床の準備というところで、体外受精頑張られてる方もそうだし、タイミングね取られてる方も着床ってめちゃくちゃ重要だったりしますのでね、この3つしっかりとね覚えていただきたいなというふうに思います。さあ、もうささっと結論からいきましょうね。3段階なんで、1つ目がまず骨盤内温度を上げましょう。これはクリニックさんじゃあんまり言われないと思うんだけど、これめちゃくちゃ重要ですね。病院の隣とかでねやらせていただいたりだとか、病院のお迎えで体質改善の妊活の体外受精やられてる方の準備とかね、そういう移植の準備とかっていうところのコースがあったりするわけなんだけど、こう直前に温度をね上げてっていただいて、骨盤内の温度を上げるような施術方法があるんですよ。そういうものをやっていただいてからってなると、本当にね一回も着床しなかったような方が着床したりするんですよ。本当にここの部分っていうのはとにかく骨盤内温度を上げる体質改善もちろん重要ですよね。それプラスの体外受精頑張られてる方は特にそうなんだけど、骨盤内の温度を積極的に上げてから迎えに行ってもらう、これもう必ずやっていただきたいというふうに思います。でやっぱ着床しなきゃ進まないんでね、とにかく着床してからまたねそこで卵が力発揮してくれるっていうのは必要なんだけど、そのいい卵も着床しないとね間違いなく妊娠できないわけなんで、ここ温度を上げるというところをぜひ覚えておいていただきたいなというふうに思います。2番目なんですけども、炎症体質ケアしていきましょう。これ例えばうちのスタッフでもね、この時期になるとなんかどうも粘膜の調子が悪くなったりだとか、咳が出やすくなったりだとか、エアコンつけ出したりするとね、そういう方が増えてくるわけなんだけど、そういう部分で粘膜の症状、例えば花粉症なんかもそうなんだけど、アレルギーがあったりしたりすると、いわゆるこの炎症体質っていう言い方になりますよね。炎症体質になってくると、何度も言うようにとにかくこう着床しづらいわけなんですよ。粘膜が炎症してるってことは物を弾こうとしてる作用なので、子宮内膜ってのは粘膜なわけなんで、そこに対して卵が入りづらくなったりするわけなんですよね。ということはここの部分は、しっかりとケアしなきゃいけませんよね。でいつも話している通り、炎症ケアはとにかく腸からやっていきましょうね。まずここの部分、アレルギーを起こしやすいものはこの着床の準備って段階になったらちょっと避けていった方がいいかもしれませんね。アレルギーが起きやすい食べ物の代表って話になると、いつも話しているように、どうしてもね敵に回す気はないんだけど、グルテンとかカゼインとか、あと悪い油みたいなものを避けていきましょうっていう話になりますよね。もしくは腸のところのねしっかりと炎症ケアをするって話になったら、やっぱりこれは食物繊維と乳酸菌ってゴールデンコンビだよね、しきちゃん。これね、もう本当に食物繊維と乳酸菌ってのはゴールデンコンビで、もうだって餌とさ炎症を抑えてくれる人たちを一緒に行かせるわけだからね、そういう形で考えていくと、そうですね、とても重要なんじゃないのかなというふうに思います。またねこれはまあ商品として出させていただいてるんで、フェムプロバイオって商品はそこにクリスパタス菌っていう乳酸菌ですよね、この子宮の炎症を抑える代表格の乳酸菌と、あとラクトフェリンっていう、そのまたこういう免疫活動をね、まあ円滑に行うためのそのタンパク質みたいなのも同時に入れたものがあったりしますのでね、そういうものも利用していただいていいかなというふうに思います。ただまあそれプラスの食生活もあるからね、食物繊維みたいなのを一緒に取っていただきつつってなると、もう効果が倍増しますからね、そういう形になるかなというふうに思います。3番目なんですけども、これはもうとにかくこれです。すごい抽象的で申し訳ないんだけど、このリラックスなんですけども、これ例えば夫婦生活っていうのは、こう人間ってどうしてもその人と向き合ったり人と触れ合うことによって内臓の血流ってやっぱり行くようになってるわけなんですよね。リラックスするって話になってくると、こう人間ってどうしても一人では生きていけない生物だったりするわけなんで、集団の中にいたりだとかパートナーがいたりすることによってリラックスするっていうの、これ間違いないモードなんですよね。そのモードってやっぱり子宮卵巣っていうものは血流が良くなるモードになってますので、よく聞かれるのが、そういうタイミングで夫婦生活してもいいですかとか、全然これはね例えば移植って話になったら、ほら双子の話になってくるわけじゃないですか。双子って個人的にはあれなんだけど、まあ医学的にやっぱりリスキーだというふうに言われてたりするわけだからね、そういうところはどうしても考えなきゃいけないわけなんだけど、タイミング取る必要はないわけじゃないですか、ある意味。
ある種つながるだけでもいいわけですよね。夫婦生活するだけでもいいわけなんで、そういう形でいくと、あとはだからほら炎症が起きないようにちゃんとつけるものつけるみたいなね、そんな感じのところも考えつつしていただければ全然問題ないです。また射精なんかしなくてもいいわけじゃないですかね。そういう形で考えると、この3番のリラックスする方法っていうのもとっても大切になってくるかなというふうに思います。とにかくこの3つですね、そんなに難しくはないですよね。準備するって話になったらそんなに難しくはないし、またうちみたいな体質改善のサロンみたいなのも頼っていただけるとね、余計これはとてもいい結果出るっていうことはまあ保証しますんでね、この3つぜひ取り組んでいただきたいなというふうに思います。またね、新宿とか横浜とかそういう大都市圏の病院の近くでうちのサロンがまあありますので、関東は特にありますし全国にありますので、また紹介もできると思いますからね、そういうところちょっとぜひ参考にしていただきたいなというふうに思います。またそうですね、あの体質改善の説明会とかね、妊活サードプレイスという形でやってリンク貼っときますのでね、そちらで相談会、いずれ先生も月に1回だけですけどもね、登壇させていただいておりますので、あと藤沢院の天勝先生と新宿院の高藤先生かな、やっていただいたりだとか、もしかしたらね外部のその県外の方々も講師としてね参加していただくこともあると思いますのでね、ぜひこの辺の話も詳しくもっとさらにしていただけるというふうに思いますし、個別のこういう場合どうですかって聞きたいことあると思うんですよね。そういう場合はぜひそういうところでも聞いていただきたいなというふうに思います。子宮ちゃん、はい、ね、ちょっとあの最近のトレンドに合わせて早口で一気に話してみたんだけどさ、はい、どう思った？今日はもうなんか怒涛の、うん怒涛の話してたトークがすごかったです。しきちゃん、ちょっとじゃあこれまとめてくれる？着床させるためには、はい、やっぱこう骨盤内の温度、血流が悪いと温度下がるので、うんうん、温度しっかり上げるということは血流をしっかり良くする癖をつける、癖ですね。で、炎症はやっぱり滞りを生んでしまうので、うんうんうん、血流余計にやっぱ悪くしたりとかもするから、 そこのケアを、あれよね、不育症とかって血栓が起きるとかって、これ炎症が起点になったりするからね、うん、そこも気をつけなきゃいけないね。はい、でリラックスは夫婦生活も込みで、体外受精とかされるとなかなか疎遠になりがちですけど、お互いにこう癒し合って仲良く過ごしてもらえるといいなと思います。素晴らしいですね。これだから変な話さ、そのなんだ、そういう性行為なくてもいいと思うんだよね。なんか人間同士なんでくっつくっていうだけでさ、ハグでも別にいいわけじゃないですか、ある意味さ、そういうとこすごい大切にしてほしいんですよね。で、考えた以上に皆さんとか僕らが大脳で考えてる以上に、そういうシステムってすごい古いシステムなんですよね。大脳のシステムみたいなものの方が全然後からできたものだったりするんですよ。そういう例えば触れ合って状況を感じている、これはもう素直に感じるわけですね。そうなってったらやっぱり妊娠しやすいモードになったりするわけなんですよね。人間関係が希薄になってる時代だというのは皆さん感じてるというふうに思うんですよね。そういうふうに考えると、このリラックスってすごい抽象的な言葉なんだけどね、すごい深い大切な部分なのかなというふうに思います。だってこの部分参考にしてほしいのは、よく聞かれるのがさっき言ったようにね、移植の時って夫婦生活してもいいですかっていうのはいいと思いますよ。そのただいろいろなこと気をつけながらかな、そういうところはぜひぜひ参考にしていただきたいなというふうに思います。サードプレイス、多分 LINE に登録したらそこの部分ね、あの参加できたりだとか、あの体質チェックみたいなのもそういうのでできたり、ここの部分炎症体質みたいなのチェックできたりするようなツールもね、また新しいの作りましたので、どのタイミングで下にあるかちょっとまだ分かんないんだけどね、ぜひぜひちょっとここら辺ね参考にして使っていただきたいなというふうに思います。